はい、ついに来てしまいました、グエン界超越ということで、どうも皆さんこんにちは、ミザです。本日はね、こちらの限界超越が、まあ、あの10点集の新たなる強化要素ですよ、最終上限解放のさらに先、プルスウルトラですよな、まあ、来たということで、ちょっと見ていきたいなというふうに思っております。ゲームアップデートのお知らせ、限界超越、限界超越が可能な10点集についてレベル130まで解放可能になりました。また限界超越としてキャラクターフンフシスの上限解放段階が一段階増えましたということで、まあシスはやりたいわな、解放するとダメ上限 10% 上がるから、やっぱシスはとりあえずやっときたいかなっていうふうに思ってるんですけど、レベル120解放は下記の解放条件を満たした上で上限解放ページでトレジャールッピを所有することで解放が可能となります。レベル120解放条件、全ての10点賞仲間キャラクターレベルが110に到達。レベル130は、下記の解放条件を満たした上でフェイトエピソードをクリアすることで解放可能、キャラクターレベル120、対象10点集と同じ属性の6竜討伐戦、6竜 HL を発見者としてクリア、難しくないですね。うん、でフェイトエピソードにはトレジャー、壁霊の証、あれだな、苦境の証セレクト BB だな、あの例のなんかバグった色のした苦境の証、あの古戦場の、勲章交換で手に入ることしかできない、あの300個交換のやつですね。うん、あれが必要と、サイドストーリーにイベントスキップ、俺限界超越よりこっちの方が大事なんじゃないねえ、イベントスキップ機これの方がありがとう。だってさ、最近あったよな、どのキャラだったっけ、なんかねあったんだよな、なんかのイベント、あ、ディアンサだわ、ディアンサを最近俺取得して、おお、ディアンサ来た、なんかディアンサのサービス使えるんじゃね、おお、ファインドユアスター持ってないからディアンサのサービス取りに行こうと思ったら、なんかピカーン、舞い歌うリッカーをクリアして今いないみたいに言われてあなたはこのサイドストーリークリアしていないと言われて、今サイドストーリーじゃないところはクリアしてんけどなみたいな、ちょっとリペイントザメモリー スキップしてみようぜ。わあわあ、これ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 、はい、欲しかった、限界超越より大事なやつが来とるやん、限界超越超えだな、最強の神アップデートがちなみに来てました、これ最高で、アビリティ強化、あ、見えてるんじゃないですか、え、見えてない、あ、見えてねえわ全然見えてねえじゃねえか、まさかの強化内容書いてあるなんて、うわー、グランブルーファンタジーなんてなんて親切になったんだって思ったけど、全然そんなこともないな。螺旋解剖、アビリティ効果表示されるタイミングを調整、アイコンと演出を調整、まずじゃあちょっとウーノのアイコン見てみようか、見せてもらおうか、伏黒ウーノ、伏黒ウーノちょっと見せてもらおう、シリーズ10点集、はい、ウーノのアイコンは、お、なんか精神統一してる、昔なんか縦のマーク、カバウマークだったよね、カバウマークがなんか刹那のひらめきっぽいアイコンになってる、へえ、こんな感じになるんだ、じゃあシスミ、このシスは、このシスもともとかっこいいシスになってんな、絶対シスのさ、アビリティもなんか変更ありそう、アイコンないわ、多分ないわ、他にはちょなんかテンション上がるから、やめて、テンション上がるんだから、そんなこと言われたら、カトルとカトルフンフ、カトルフンフ、オッケー、カトルフンフが調整されてるみたい、カトルフンフのアイコン見てみよう、カトルちょっと見てみよう、まず大丈夫、カトル、わ、カルネージがなんかカルネージっぽさをピピピピピピンのアビリティになってる、ほう、シュリーバトサと違い、カルネージは連撃であると、シュリーバトサが一瞬のひらめきであるとするのであれば、カルネージは言うなれば牛丼って感じやな、うん、もう重みの衝撃って感じやな、そんな感じで、フンフンは、あ、ピロピロしとるわ、もともと普通の回復アイコンだったんだけど、なんか回復の最上級みたいな、言うなればベホマズみたいな、ベホマラー感は出たよな、もともとなんかベホ、ベホイミって感じだったんだけど、ベホイミからのベホマラーって感じだったな、サンシャイン、うん、パワーが上がりましたね。でじゃあちょっとちなみになんだけど、見てみよっか、130までの素材を見せてもらおう、カトル君、君の限界超越のその先は、ほう、あ、持っとるわ、やっぱ
やっぱ転生のかけら使うんじゃないか。やっぱりさ、俺は知ってたよ、転生のかけらを使うってことぐらいは。でエウロペのマグナアニマが50個、全然俺自発サボってるから溜まってない。でプスケが300、紫芋が100で、転生のかけらが50個で、蒼天の魂、何これ、 JP、 おー、1、10、100、1000万、10万、1個2万使うんやって、1個2万使うんだって。 10個交換、9個しとくわ9個しといたわ今のうちにな。 JP ちょっとあま、なんか雑念を振り払うかのような取得をしてしまったな。これであとエウロペのマグナ、おお、いいじゃないいいじゃない、あなたあなたいいじゃない。サラーサて、え、あ、サラーサできんじゃん、ちょっとやってみようぜ。俺ね、ミトラフ持ってんだよ。ミトラフみんな持ってる？僕は持ってるよ、僕は持ってる、うん、あれ、あれな、ミトラフがない、んなことある、あれ俺ミトラフ持ってるよ、あれれ、あれ俺ミトラフ持ってなかった、あれ属性変えて放置してる、嘘、俺ミトラフ持ってるって、ない、色変えしたミトラフ、あれ俺そんなにサラーサのことを疑ってたのあれ、あ、そうだわ、あのね、俺ミトラフはあれにしようと思ったんだ、あ、思い出した。ね、最終上限、10点集最終上限解放セットみたいな、あるじゃん。あの、パンフレット購入特典の。あれや。ちょっと探してくるわ。探してくる、探してくる。そうや。そう、思い出した。いつもありがとう。あなたが一番。ビビビン。だからもう、せーの、愛してる。ということで戻ってまいりました。ありましたね、そう、パンフレットでミトラフの転生のかけらがね、ないなんてことありえねえだろう、俺絶対交換したいよって思ったんだけど、そうだそうだそうだ、あのね、シリアルコードで転生のかけら取りゃいいから、よいしょ、転生のかけら取りゃいいからサボっとこうと思ってサボってたんですよ。よかった、思い出して、ついでにパンフレットもあってよかったわ。よいしょ、きたー、そう、これでサラーサお手軽最終上限解放セットをやったら3番転生のかけらが50個もらえるのよ。いや、これで交換しようって思ってたのよ。そう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 、きた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 。で、じゃあサラーサ行こうか。貴様の輝きを俺は信じる。サラーサ、お前の輝きを俺は信じている。だから見せてくれ。よし、強化、上限解放、キャラ、はっ、いくぜサラーサ、頑張れ。バニャー、私は絶対に最強になるんだ。ということでレベル120になりました。パチパチパチ、ちょっとツイッターでツイートしてバズり狙うわ。よし、じゃあちょっとどうなるのか見せてもらおうかな。ちょっとじゃあ、まあ、サラーサの強化ってあれだよな、まずこれ使ってみようぜ。よ、あ、44個で120になるわ。44個で120だって。ちょっとなんかやってみようぜ。ちょっとじゃあやってみようか。44個でレベル120、まあまあまあいいでしょう。もう最初の限界超越だからね。最初の限界超越にそのケチリは不要。いくぜ、サラーサのフェイトエピソード解放。サラーサが新たなサポートアビリティ、流刀古刀流尾、流刀ダビ。ほう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 。で、ほうほうほう、サラーササポートアビリティ、自分が瀕死状態の場合必ず TA。 強くない？ツイートしようツイッター配信か。よし、じゃあちょっと第3段階目の限界超越してみようか。お、6竜討伐戦金をクリア、キャラクターレベル120に到達、発見者としてガレオン HL。 じゃあちょっとフェイトエピソード見ちゃおうかな。止まんなさすぎるだろ、見た止まらない。
これネタバレになっちゃう？どうする？これ見る？ちなみに見るか。なんかサラーサのなんか限界超越するやついなさそうだもんな。なんかサラーサの限界超越いなさそうだからさ、ちょっとなんかみんな見るわ。その代わり今よりも強くなる方法を、ネタバレ注意で私に教えてくれ。このケーキな、すっげー甘くて美味しいんだぞ。フルボイスや。私が食いたいぐらいなんだからな。これ多分まとめ取りしてるな。そういえば斧ってどっから食うんだ？口は？まあとりあえずぶつければ味はわかるよな。サラーサはミトラフを握るとケーキに叩きつけようとする、はあ、主は変わらぬな。喋った。やっと喋ったな。なな味噌汁、私を。味噌汁ではない、ミトラフだ。みんな喋るようになるんか。それでさ、味噌汁、私は。なんか他の転生機も喋ってなかったよね。今よりも強く。黙ってただけなんや。最強になりたいんだ。だからその方法を教えてくれ。何故主はさらなる力を、最強を求める？私はみんなを、団長を守りたい。誰からも食われないようにしたい。だから最強を目指すんだ。己が望みを自覚し、力を求めるか。まさか主がそこまで成長していたとはな。予想外ではあるが、その成長を我はことほぐ。ことほぐ。そしてその願いを忘れずに強さを求めるのであれば、主もまた最強という二文字を得る資格がある。よくわかんないけど、強くなる方法を教えてくれるのか？良い機会だ。少し我のことを話そう。我ら転生機は元はただの武器、故に意志などというものは存在しない。されど所持者と共に戦いを続けるうちに、所持者の意志が徐々に我らに焼き付いていったのだ。それは所持者の願いの場合もあれば、人格そのものが焼き付いた場合もある。もともと人やったんや。そして我にはかつての所持者が今はの際に願った強い思いが焼き付いている。その思いが時とともに我という人格を生み出したのだ。へえ。興味ないやん。なあなあ、前の使い手ってどんなやつだったんだ？やっぱり私と似たやつなのか？我のかつての所持者は白空戦争の戦災に巻き込まれ、家族を失った軍属の青年であった。その後我をフルーに足る素質を持つということから、その青年は我の所持者に選ばれた。そして最強になれば全てを、大切な人を守れる。最強になれば自分のような思いをする人間を減らすことができる。その思いを胸に秘め、空の世界の敵と戦ったのだ。なんか難しいこと考えてたんだな。私よりも賢そうだぞ。そうだな。されど繰り返される戦いの日々の中で、青年の心は徐々に摩耗していった。そしていつの日か青年の心からその願いは忘れ去られ、ただただ敵を倒すだけの存在へと成り下がった。だがあの日、大怪我を負った青年とその妻との対話が青年の止まった時を動かし始めた。はあ、
俺と同じ気持ちや、サラサ。どうしてサラサ、お前どうしてこんなになってまで戦うの。俺と同じ気持ちだったな、今こんなになってまであなたは何を成したいの。泣き晴らした顔の女性はベッドに横たわる傷だらけの青年と詰め寄る。最強になりたいんだ。なってどうするのよ。その先にあなたは何を求めるの。妻の言葉に青年は答えられず、ただただ黙り込む。何もない。こんなやつに最強を目指すとか言ってさ、言ってるやつに妻がいて俺に彼女がいない。そんな空っぽの願いなんて叶うわけないじゃない。俺に彼女がいないのおかしいだろ。なんでこいつに妻がいるの。未来を考えることができる。腹立ってきたわ。なのにあなたのその願いには未来がない。お願い、そんな夢は捨ててよ。じゃないとその願いに押しつぶされて、あなたが、私、あなたのそんな姿は見たくない。だからお願い。青年の妻は涙ながらに何度も何度も訴えた。しかし青年は最後までその言葉にうなずかなかった。おそらく忘れてしまったかつての願いの残滓がそうさせたのだろう。寝とるな。気持ち同じや、サラーサ。俺たち仲良くなれそうや。それからしばらく経ったある日、星の獣が青年のいる町を襲撃した。我と青年は星の獣を迎え撃ったが、青年の体は限界に達していてな。その命は風前の灯火であった。しかし この人に近寄らないで。そんなに何をしている。逃げろ。いやよ、あなたを放ってなんていけない。だってあなたが好きだから。冬ソナ、あなたとずっと一緒にいたいから。冬ソナなのか。だから私があなたを守るの。あるよな、ツイッターでさ、うつ病がうつ病から立ち直りましたみたいなさ、あの日記にさ必ず彼女いるの。なんでおかしいよ。本当のお前も最強を目指してんだったらさ、妻なんているわけないやん。うつ病から立ち直りました、彼女の力です。彼女がいないどうすんだよマジで。なあ、俺を救ってくれ。なんで彼女がいる。なぜ支えてくれるやつがいる。おかしいだろ。いや俺が闇落ちした。命をかけてでも助けたい、守りたいという意志。それらを目の当たりにして、青年はかつての願いを思い出した。そして気づいた。お、何に？求めるものが願う理由を持つことこそが最強になるための資格である。力と心両方備えてこそ文武両道最強になれるということ。そして同時に願った。次があるのなら今度こそは願いを忘れずに力と心両方備えて本当の最強、大切な人を守れる存在になりたいと。その今はの際の思いが我には強く焼き付いている。故に我は担い手をかつて青年が願った最強へと導くのだ。いいやつやんお前。そして今代においてその資格を持つ者こそがこの団の団長であり主である。じゃあサラーサじゃないってことか。
おい。主はいつから寝ていた？いつ？そんなの覚えてないぞ。確か前の使い手は私と似た願いを持ってたんだよな。わかった、今度はちゃんと聞くぞ。聞いたのは私だもんな。今度眠くなってもほっぺたをつねれば。失念していた。主には平易に分かりやすいように話さなければならないのだ。ことほぐも分かってないからな。俺も分かんないし。なんとなくは分かったぞ。ことほぐはちょっと俺も。お前を使ってたやつは意味が分かんない。守りたいものがあったんだよな。私だってそうだ。私も団長たちを守りたい。ずっとそう思ってるからな。なんで笑うんだ。私変なこと言ったか。主は単純だが、それゆえに一途だな。そのまっすぐで偽りのないあり方は尊敬に値する。そのまっすぐな思いが、願いがあれば団長と共に最強の道を歩めるだろう。いな、我が主を最強へと導いてやる。本当か？じゃあ教えてくれ。もっと強くなるために私は何をすればいいんだ。まずは団長たちとの仲を深めるがいい。え、ギャルゲー。それだけで主は今以上に強くなれるだろう。仲を深める？勝負するとかじゃなくてか？ミトラフの言葉に首をかしげるサラサ。ミトラフはそんなサラサに一つ一つその理由と方法を説明していく。今より強くなるための、自らの願いを叶えるための方法を知ったサラサ。かっこいいよねこのスキン。そしてサラサは同時に一つのことを決意する。それこそが自らの願いを叶えるための最良の方法である。そう信じて、たった一つの冴えたやり方。ディ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 。さあツイッターにあげよう。さあツイッターに。あ、ナタクとシオン。誰だおめえ。天ぷらは塩、シオンだけに塩っつって。なんかちょっとナタクと顔似てるね。天ぷらもなんか漢字で書くとちょっとナタクに似てるしな。ごめん嘘。さすがに嘘。ということで、キャラクターで見ていくと、やべ、ボボボボボボボが見えちゃった。サラーさん、来たね。来たよ。じゃあちょっと使ってみようか。いっぱいなんかラジエル使いすぎてもう。ラジエル1個使ってもレベル上がんねえんだ。全部使ってやれよ。1しか上がんねえけど。やばいってやばいってやばいって。全然上がらんぞ、これ。これ130ならんくね？すごいな。これ4700個あるけど。そうだよね。これ130ならんぞ。ちょっとえぐいって。えぐいって。全然レベル上がらん。マジか。まあいいか。なんかツイッター見てるとね、あの3アビが瀕死状態の場合、単身工事攻撃行動を3回行うっていうサポアビになる、あのアビリティをグラゼロが持つらしい。130になるとな。最高動バフがあるらしいわ。まあちょっとなんかゆっくり上げとくわ。ということでね、サラーサ、限界超越しました。まあ他のキャラクターも2段階目の限界超越までなら全然可能になっておりますから、ちょっとこの洗面器、あの重要文化財に突っ込んどくわ。まあちょっとね、いろいろと限界超越レベル130まで来たけど、まあぶっちゃけ俺ここまで3回目のね、斜めにビビンと解放したけど、まあもっと別のね、ゆっくりやった方がいいことはもちろんなので、はい、待った方がいいと思います。という感じで、今回は、限界超越が実装されたよって話でした。指数いいですね。あ、なんか LB もあるんだっけ。サラーサの LB どうなっとる。よいしょ。サラーサの LB がどうなっておる。サポアビリミットボーナスアビリティを習得、レベル130で強化可能。めちゃくちゃ気になるけど、これ何これ。 HP の強化、コストが足りない。
コストは増えないの。コスト増えないんだ。コストコちょっと増えてもらわないと HP が強化できないんですけどHP が増えない、あのコストが増えないのちょっと悲しいな。レベル130になったら増えたりするんですかね。まあいろいろとアビリティも強化されるということで少し楽しみになったという話でございました。まあ皆さんもね、まあ、もしなんかいい情報あったよみたいになったらください。そんな感じです。それじゃあ皆さんまたお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。